2と360。湧き潰しだろ。闘技はやらないんだよな。あれ湧き潰しじゃないかこれ。ピンキシが生きてるってことは湧き潰しじゃなさそうだな。いや湧き潰しだなこれ。なんだあの闇で味方か。おーレベルシンクだと。マジか。いや闇へ引いとけこれ。きついぞ。やばあのレベルシンク。ああ魔法で倒すつもりだな。ああきついね。あぶね。キンキスさん何やってんすか空飛んで。バレちゃったな。これ下降りよう。3人揃ったな。よし。これも尾骨の槍ダメだな。ほころびでいくか。どうだ、あれ？やばい。よし。惜しいな。あ、やっぱシンクだから弱いな。もういってんじゃん。うえ、やばい。魔法打ってたか。あーらららら、早いな。シンクでもじゃあ崩れるのが。抵抗するね。あらら、なんか煽る価値もない出待ちって感じだったな。しょぼすぎるな。いくらレベルが高くてもプレイヤースキルが低いとはなっちゃうってことだね。グウィンドリンナンバーワンファン。グウィンドリンが好きなのかな。仕方ない、じゃあここで戦うか。なんか怠慢みたいなことやってるからね。参戦したら袋叩きに合いそうだな。コードベインなんて俺とフー以外誰も買ってないだろ。いや意外と買ってるやついただろ。コードベイン意外と
担当使ってるなの闇。やっぱ担当つ、なんかちょっとラグくね。でも海外の人だな。頑張れ、負けるな。ラグくね。コードベイも、100万本くらいは売れてもおかしくないんじゃないかな。やばいやばいやばい、めっちゃラグいぞあいつ。殺すか、もうこれ殺しちゃっていいかな。疑似タイマーやってるから、なんか死にかけになったら参戦しようとしたんだけど巨人に阻まれたわ。ちょ、見なかったことにしてくれ。もう行くか。霊体呼ぶつもりかな。なんか暇なのかな、このホスト。もうやっちゃおうぜ。ちょっと暗月炎茶がどれくらい火力高いか見てみたいわ。715だって。意外といいっすね。これ参戦したらまずいやつですか、もしかして。参戦したらまずいっすか、これ。参戦したいんですけど、ダメっすかね。ダメか、いいか。参戦したいんだけど、この闇許してくれるか。許してはくれまいか。これね、頭脳戦が始まってるのよ。迂闊に突っ込んでこの闇入れを敵に回したくないな。どうするべきだ。いやー、このかん、このラグい中でパリーはディスキーじゃない？それ闇を同じこと思ってる。お前もそうなのか。二人で行かないか、ここは。前刺すモーションで行くか。行け、闇で。あれ、行かない？行かない感じで、もしかして。なんかもう行っちゃっていいんじゃないかなと思うけどな。ダメか。心理戦ね。この闇で何考えてもよくわかんねえ。ダメなのか、お前。なんかいい感じにタイマー戦ってるから、ここで参戦したらなんか空気読めないみたいに思われそうだよな。やる気あるじゃねえよ。心理戦なんだって、これは。もしここで俺があのホスト攻撃するよ。そしたらもしかしたらさ、あのホスト戦ってる闇霊とこの闇霊がいい感じの戦いを邪魔しやがってって言って、今度はなんか俺一人を狙いそうじゃん。よく道場であるだろ、こういうの。こういう現象、空気読めないことしたこいつをまず先に倒さないかって。二人ともやる。俺にそんなプレイヤースキルあると思ってんの。こいつ絶対そうだろ。見守ってんじゃん、盾でガードして。一切攻撃の気配が感じられないからな。この心理戦動画にする。くっそぐだつくな。いいね。なんか縦直 VS 縦直ってなんか見ててつまらんよな。いいぞいいぞいいぞ。カチャいいんだよ、カチャ。いつまで戦ってんだ。